とっていい話です。農家からしたらもう小さくても大きくても被害は一緒なので、肉は食肉として、で背骨や足の骨なんかはラーメン用の出汁として。油が少ないんで平飼いっていうかな、野生なんで走り回ってますから。イノシシしてなかったです狩猟しながら暮らせたらいいかなと思う。はい、いらっしゃいませ。